ここピー入れといてくださいね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てるくるぶしです。ヨルです。長いし切れるし。はい、やってまいりました。おなじみのズームでの動画ですけれども、俺らもこう1年過ぎてお互いのこと分かってきたんじゃないかなと思ってるんですよ俺は。なので今回はお互いの個人的なクイズをですね出し合いまして、10問ずつ出してですね答えていこうという企画でございます。やめましょう。チョモちゃん、ちなみにクイズはチョモララテの半生がわかるぐらいの問題。なるほど、これは楽しみだ。最初はグーじゃんけんほい、あっち向いてほい。あー、来たー。ういーういーうーごめんね。高校でいきます。あえてチョモララテ半生わかっちゃうよクイズ第1問。はい。キリン。チョモララテが小学2年生の時にこっそり餌をあげたりして名前までつけてた子猫の名前とは？ポチ。正解は？チャチャ。チャチャ！勝俣国和。次、くるぶしの問題。じゃじゃん。くるぶし人生で初めてのデート。一緒にゆりちゃんの家で見たドラマは？アスナの白書。正解はお水の花道でした。わかるか。はい、ちょもちゃんどうぞ次。やばい、めっちゃ早い。ちょもらっての反省がわかる、はい、超難問クイズ第2問。デレン。はい。チョモラテが水泳の時間、水中からザパンって上がってきました。その上がってきた時のビジュアルからついたあだ名とは何でしょう？マーメイド。正解はナスビでした。わかるわかるかえんな。髪の毛が、アシベくんみたいになってて。なるほど。1年間ぐらい言われました。わかんねえそんな。くるぶし2問目、バダン。高校時代の、くるぶしのメールアドレスは？セックスまさかず。あと。正解はですね、さくらふぶき .com でございます。これはできればカットしていただきたい。はい。申し訳ない。はい、じゃあチョムちゃん3問。超面白い。はい、チョモララテの反省が分かる難問第3問。はい、だだん、中学校に上がったチョモララテがジュニアだってことがバレたのは何年生の時の何学期でしょうか？中学だよね。3年生の2学期。うめぇ。惜しい。正解は中2の2学期頭でした。学校から騒がれなかったですかそれ？夏休み明けて学校行ったら、もう女子がざわついてる。あんたが聞きに行きやみたいなんで、代表して隣のクラスの、ねえねえあんたジュニアなんて聞いてきて、でも無視して屋上に行きましたね。ちょっと待って、俺の問題の質と全然違うんだけど。俺、桜吹雪 .com やで、ね。いや、めちゃくちゃ面白いけどね。3問目、バダン。くるぶしが人生最初に作った曲のタイトルは？エロス。ブブー。女神と書いてエロス。そんな、なんか、かっこいい読み方じゃない。正解はですね、金縛りノームーブでございます。はい、エピソード何もございません。じゃあ、チョモちゃん行きましょう。4問目。はい。はい、ババン。ババン。さっきの問題の続きになりますが、はい、そういった活動があったため、
クラブの試合なんかをどうしても休まざるを得なかったんです。で、もう学校サイドに言ってなかった。で、おかしいなと思った部活の副顧問、ちょっとミーハーっぽい女の先生。で、その副顧問に呼び出しを食らうと。で、まあ副顧問はいろいろ下調べをして裏取ってた。すごいね。部活休んでるのってそれが理由みたいなこと言われて、まあ、そうです。まあでも、まあ、信用してるから、中学生のうちは校則違反になるようなことはしないでね。髪染めたりとか。ああ、わかりました。で、実はね、先生もね、つって、財布の中から、とあるコンサートのチケットを見せてきました。誰のコンサートだったでしょう。近藤雅彦。ブーブー。そんな前違う。これ結構いけるかなと思ったけど。スマップでした。はぁ、当たんねえな、これ。お互い0ポイントずつですけど。0ポイント。はい、じゃあ4問目いきます、こちらも。はい。ババン、くるぶし人生初ライブの場所は？高校。正解は、目黒福祉会館でございました。何のエピソードもねえな、俺。そんな。もう一度初ライブでちょっと聞きたい。初ライブ。初ライブはもう、俺本当にシャイだから。ごめんね。ノー MC でただギター弾いて終わったって感じで。すげえ、ブランバン、ブランバン。ブランバン。第5問。はい。だらん。そんなチョモラーテも高校受験を迎えます。何度も志望校再検討と言われた第一志望の公立高校に、なんとチョモラーテ、奇跡の合格を果たします。おぉ。その時のチョモラーテの受験番号は何番だったでしょうか？あのね、最初に言っとくけど、わかるわけないからね、これ。ヒントは3桁です。302番。これ当たったら逆にすごいよ。正解は862番でした。そんなにいんの？そんなに？くるぶしの拷問、ババン、四谷天窓にて行われた五十嵐信春とのツーマンライブで、くるぶしが入場時にギターと間違えて持ってきたアイテムとは？釣り竿。ベベー。正解は長ネギでございました。いい問題。音の鳴らない長ネギをね、かき鳴らして手拍子だけで歌ったっていうね、1曲目は。めちゃくちゃ見たいわ、そのライブ。めっちゃおもろいやん。これは割とね、あのまあ最近っちゃ最近の話だから、人見知り世界大戦っていうライブだったんだけど、客席で2人が喧嘩し始めて、天窓の外におめえちょっと表出ろよみたいな感じで出てって、事前に撮っといてその続きの動画をですね、モニターに流して順番を決めるっていう動画だったんですけど、でそこで俺がギターケースを担いで、ね、出てったんだけど、ネギが入ってたっていうオチだったんですけど。まあまあね、めっちゃ凝ってるやん。そんなことはありましたね。めっちゃおもろいやん。半分終わりましたけど、全然まだ0ポイント0ポイント。お互い0ポイントですね。ちょっと難易度高すぎるかな。いやー、いいんじゃないですか。でもどこがチャンス問題なんだろう。俺いけると思ったんだけど。違う。